こんばんは、ハローエンドロール、ギターボーカル平山織江です。ベース花坂千尋です。ドラム中野久美です。ハローエンドロールのネバーエンディングラジオ第2話ということで、この番組では2021年1月30日に新体制を発表した私たちハローエンドロールが新生活に役に立つゆるいお話を皆様に届けていく番組となっております。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。ハローエンドロール第2話、ネバーエンディングラジオ。改めましてこんばんは、ハローエンドロール平山織江です。花坂千尋です。中野久美です。本日2021年4月10日でございます。はい、ネバーエンディングラジオ第2話ということでまさかノープランですか、はい、そうよ、もう2回目にして台本とかはないのよもう今日は何も用意してきてないです、はい、うん、朝リハの後に私たちこのネバーエンディングラジオ収録をしております。しております。だいたいもう私がこういう声になっているよね。もうやりきった感疲労困憊、歌いきった感がございますが、ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思いますが、皆様、はい、小1時間よろしくお願いしますめっちゃ喋るめっちゃ喋る。第1話の再生回数をちょっと見てみようか。見たい。ちょっと待ってよ、カモン。4月10日現在、はい、公開が1週間前ってなって、それ死者誤入的な感じで、ざっくりなんだ。 YouTube 名なんだあ、全然ディスってないよそう、 YouTube ラジオだからね、様々やめなさい、はい、3月27日に公開したハローエンドレオンのネバーエンディングラジオ第1話、でかだん、再生回数100回、ドーン、そんなにいった？ピーピーピードカンドカンドカンえ、ほんてかちょうど100回なのすごくない？すごいね。今ちょっと嬉しくって、おでいは99回聞いてんじゃない？聞いてないわ聞いてないわ、さんさん聞いたわ、アップするのに、うん、すごいな、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと3桁いくと思ってなかったんで本当に1桁かなと思ってたし、うん、まあ5回聞いてもらえればいいと思ってたので、うん、ラジオ の、 そのコンセプト的にゆるくやっていこうっていうのはあるんだけれども、うん、1回目がちょっとねグダグダすぎた感じいやもうちょっとねこう何かしらコーナー的なね、例えば、うん、作るとか、うんうん、あんま好きじゃないんだよね、だっていやそうなの、私あんまいやそのさ、面白いコーナーはね、うんうん、あるよ、それ、うん、世の中にいっぱい、うんうん、できないじゃん、そんな面白おかしく、うんうん、まあね、うん、で私久美ちゃんの逆相談コーナーいいと思ったの、うん、お便りの数言おうか、うん、ゼロよ来てないよ、まあそうなっちゃうよな、あでもコメントはいただいております、あの楽しんで、楽しみにというか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございますまあ、まあ、まさかのゼロでしたか、これが現実なんだね、うん、まあまあまあゆるくやっていこう、そうそうそう、その第1話のね、あの久美ちゃんの、うん、なんだっけ、早口こと、早口、あ、じゃあラ行が言えないだ、ラ行が言えない、うん、ラディルでどうになっちゃうんだ、うん、何言ってるかわからんみたいになっちゃうっていう話ね、でもさ思ったの、ラジオを聞いて私もなんだった、うん、ゆっくり喋ればそうだねラ行を言わなくするっていうのはどうかな、うーん、はエンドド、あ、どが入っちゃったは、エンド、終わりあーロールがね言えないそして私バンド名言えないわ、困るね、ちょっと、うん、まあでも私も平山織江って結構言えないよ、ひ、山、お、え、そう、で結構ぐちゃぐちゃじゃない私、平山織江ですって、うにゃ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 、私ラ行ない名前でよかった、ね、中野久美、うん、花坂千尋、花坂千尋ってめっちゃ言いにくい、わし、そう、うん、2人ともな行が入ってんじゃん、うん、わし2人の名前言えないわ
だからそうやってあれよ、甘やかされてきてんのよ多分くみちゃん。ら行がない人生を歩んでるから。それだ。そう、うちら毎年毎年その新生活の頭にさ自己紹介するじゃん、うん、クラス変わって、うん、そういうことあの時に、うん、いつもいつもそのあの初めまして平山織江ですってやってきてるわけ、はい、その度にあのなんかあちょっとあ噛んじゃったなとかやっぱ繰り返してきてるじゃん、うん、ないから中野くみです。今なんか積み重なったもの来てるだけで今じゃツケが回ってきたんだよ。甘やかされたツケを今払ってこれから払っていく。そうハロエンドロールでこうもうラ行入りまくりのバンドで拷問の日々。そうそうメンバー2人もラ行が入る。なんか折えないのそういうわりかし、まあ、そこまで本格的にあのなんか本格的な悩みじゃないけど、うん、ちょっと困ってる。ちょっと困って聞いてほしいやつ、うん、そうそうそう、うん、聞いてあげるよ。ほらいいな。本当にないな。ないんだって。そのちょっと完璧主義なとこがあるから、あ、うん、私その手帳をね、うん、ほぼ日日記っていうのを使ってるんだけど、まあまあツイッターもね、うん、私この話もしたと思うんですが、うん、あのほぼ日日記を今ずっと何年かここ5年ぐらい使ってて、で、まあ、その前も割と1日1ページの日記手帳を使ってたの。もう手帳バリクソ重いのよ、うん、カバンの中で。あそうめちゃめちゃちっちゃい手帳使ってるでしょ花ちゃん、うん、なんか手のひらサイズ手帳すら持ち歩いてないからね。あそうなんだ。あすごい真逆じゃん、うん、でもその手帳ね毎年、うん、まあ、私その1月始まりが好きなので、まあ、年末、うん、クリスマスぐらいに買い替えるじゃない、うん、次の年度のやつ買って、うん、でワクワク1月に書き始めて、うん、1月半ばぐらいで1回なんかミスして買い替えるの。何か例えば、え、ほんとしょうもない、マジで修正ペンちょっとこれ気に入らないなとかで、うん、なんかねその後1年これ使うって思ったらなんかもう無理で、やばいでしょ。やばいやばい。で1月初、まあ、それが15日だとして買い替えて、うん、で15日分の日記を書き写すわけ。そのすごっ。日記って何？日記ってどういう概念だっけ？確かに書き写すって書き写す、ね、で今と4月10日じゃん、うん、先月あ先週かあ違うわ先々週か、うん、まあ、どうでもいいな、うん、雨がすごい日があったんだよね。でびしょびしょになって、うん、手帳もぐちゃぐちゃになったから、うんうん、ま、3冊目買ったの。そう3回書き直したってことでしょ。そうよ。で今まだ今ね2月の日記に入ったとこ。じゃあこれからまた一月写して、うん、だからなんか今あの心の中なんていうの今1月みたいな気持ちなの私。2人との俺あの今4月だからね。2人といろいろあったいろいろあった1月、まあ、発表までの準備とかも書き写してな、もうすごいエモーショナルな気持ちになってんの今。そうそう、あの一昨日発表を終えたとこみたいになってる今。あマジか、すごいな。 それはなんかちょっとこう、まあ、自分でも頭おかしいなって思ってなんか人生を二度味わってる感じだね。うん、すごいね。なんかでもいいかもね、思い返せるからさ。まあまあ思い返せるのはいいけど、うん、そのちょっと壊れたら愛せないところを結構、うん、あそういう話だったね。そう直したいなとはずっと思ってんだけど。でもそれ込みで折り絵だからね。そうなのよ、うん、そうなのよって、うん、最近それも思ってる、うんうんうん、3冊までって決めてる、うん、ああ分かった。なんかじゃあちょっといたずらしとくわ。やめてほんとあーごめんとか言ってあのコーヒーバチャーとかやっとけばいいんですよ。カバンも買い替えるからマジか。完璧主義でも分かる人多いと思うなこれ。でもさすがにね日記をねそれで何ヶ月分も書き写してる人っていうのは、うん、あんまりないと思うよ。まあ別に書き写す必要ないもんね。そこだけ切り取って置いときゃね。まあでもなんかちゃんと綺麗な形で残したいんだよね。そういい形でね。そうなの。文章もちょっと遂行しちゃったりして。あしてんだ。あここ変だな。大丈夫、過去を捏造してない。捏造してない。都合のいいように。ちょっとここ頑張ろうって多いなとちょっと消そうみたいな。日記の意味がもうないじゃん。そうなのよ。治ったらいいなって思ってます。うん、そうなんだ。気持ちわかる人はコメントください。あ私も書き写してるよとかね。そうそうそう、あ僕もそういうことやっちゃうんだよねって人はぜひおでえにこう励ましのコメントを。スマホの画面割れたらすぐ貼っちゃうとかね。あ私もすぐ貼り替えちゃう。あ強化ガラス。わかる。もう点ガードだけで貼り替えちゃう。嫌だよね。点ガードあるってことはそこからピキっていくじゃんね。わかる。わかるわかるわかる。うん、それがなんか嫌。
バリバリだわ。なんなら背面まで。あんま気にしないよね、そういうのは。うん、全然気にしないな、うん。なんか別にいいかなって思って使えるし。そうだよね。うん、三者三様の、うん。なんかありますか？何が？相談しておきたい。悩み。しておきたいこと。ちょっとプチ解決してほしいこと。本気ではないけど、わりかしちょっと悩んでるな、困ってるな。ちょっと私ごめん、本気すぎたわ。ちょっとガチ悩み。いや、わしもガチ悩みなんだけど。ラリュレロ、ラリュレロ。あ、偏食かな。好き嫌いがめっちゃ多い。あ、偏食ね、偏った食ね、うん、そう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 、うん、何がダメなんだっけ、花ちゃんは。野菜がちょっとね。あ、野菜ね、うん、超うまいのにな。なんだっけ、うん、食べれる野菜なんだっけ、言ってこないよ。野菜はトマトでしょ、はい、トマト、はい次。オクラでしょ、はい、オクラ、はい次。キャベツでしょ、え、何、キャベツ、はい、キャベツ、はい次。めんどくさい。何、何正しいわ今のこれ。そうね、人参ね、人参、そう、人参は食べる。あ、本当に。人参食べれない人はね、大人って名乗っちゃダメ。急に偉そうなんだよな、人参の時だけ。そう、人参でしかマウント取れ。もやしは？もやし好きだよ。好きな。そう。え、ブロッコリーは？ブロッコリーはね、あれは違うじゃん。やめなさい。大葉は？大葉。大葉なんか、甘いじゃん。いやー、この間間違えて食べちゃってもう最悪だった。うちさね、あの毎年あのプランターで作ってんだけどさ、うん、あの種をこぼしとくの、秋口に、うんうん、そうするともうこの時期になると自然と生えてきて、うん、もう今あの大葉の芽が出てて、うん、もう可愛いな、早く大きくなってほしいから肥料もちょっとあげてさ、すごい今興奮状態でマルクしたてのベランダ菜園のね、そうそうそう、うん、パクチーは、パクチーはね食べたことないけど、結構ね、あいつはね、クセモンだよ。そうだよね、うん、大葉ダメだったら、でもなんかさ、うん、なんかパクチー食えそうじゃない、花ちゃん。意外と花ちゃん好きそうだね。そういうね、タイ料理系、タイ料理系とかはいけそうな感じする。生春巻き、生春巻きはね、人ん家で夕飯を出された時に初めて生春巻きっていう食べ物に、そう、うん、出会って、でも食べなきゃダメじゃん、うん、でも絶対にこれは食べれない。あいつ透けて見えるからね、中身が。なんかもう絶対食べれないラインナップじゃんと思ったけど。レタスは？レタス食べれない。あ、そっか。そう、人参入ってたでしょ。人参、忘れちゃった。人参とレタス何入ってるっけ。パクチー、カイワレ、なんていうの、あー、カイワレ、カイワレもあるかもね。葉っぱが入ってて、葉っぱね。いやーと思ったけど、でも食べなきゃいけないから食べたら、うん、もう、うん、みたいな、ちょっとすごい恥をかいたっていう。かわいそう。変な空気になっただろうね。作ったお母さんもちょっとかわいそうだけど。そこで花ちゃん言えばよかったん、自己申告。ね、最初から言えばよかった。苦手なんです、野菜ダメって直したいなって思ってないでしょ。私たち、はい、先月の3月28日に初ライブ、うん、ニューチャプター、うん、オンラインワンマンライブかな、うん、配信無観客のライブをしましたね、はい、しましたね、はい、見てくださった方本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、これちょっと今収録が10日なので、うん、一応明日ね、公開は間に合わないと思うんですけど11日の23時59分まで見れます。はい、終わってる。なのでちょっとなんていうの、変なね、歪みがありますけど、どうでした？楽しかった。あ、よかった。なんかあっという間だったね。本当にあっという間だった、うんうん、そうね、夜9時からまあ入りはね、もうちょっとね、私たちは早くリハをさせてもらって、うんうん、ご飯タイムとか入ってたからね。そうね、うん、贅沢だった。何時から何時ご飯入りの後ご飯タイムっていうのを書かせてもらって、本当に渋谷ラッシュありがとうございました。お世話になりました。まあね、良かったと思ってます、うん、スタート。嬉しい、うん、楽しい、いい思い出。なんかもうその時はいっぱいいっぱいだったけど、うん、終わったら、うん、あ、楽しかったってなったのがすごい良かった。めっちゃいいじゃん、うん、最高だ。最高な形じゃん。めっちゃいいじゃん、うん、まあね、照明もすごくて、うん、もう配信見てもらったら、まあ画像もね、ツイッターでたびたびちょっと写真を載せてもらってる、ね、載せてるんですけど、うんうん、あんな中でやったことない、うん、キラキラしてたね、うん、
イケイケだったテンション上がったし、うん、新曲もできたしね。そうね、うん、そうこの3人で初めて作った曲なんだよね、うん、タイトルは、うんえ恥ずかしい嘘でしょタイトルは嘘でしょ敵しかいないじゃんいやそうブルーモーメントという曲をやらせていただいたんですけど、はい、ブルーモーメントねブルーモーメントね私はね、モニターがちょっと大きめのモニターが目の前にあってで、うん、でカメラのスタッフの皆さんがその 何カメかで撮ってるじゃない、まあ、4カメ、うんうん、5カメぐらい撮っててその切り替えをしながら、うん、多分配信をやってくれてて、うん、スイッチャーっていうのかな、うんうん、でそのモニターが結構私見れる位置だったから、うんうんうん、なんか割と本当自分の顔を見たり、うんうん、なんかみんなのやつがちょっと見えてでそのカメラのね、うん、カメラマンさんたちもどうやら映ってるかをチェックしながら撮ってるから、うんうん、あんまりその、はいはいはいなんていうかこっちをこうじーって見てるわけじゃないし、うんうん、あんま緊張しなくて、うんうん、すごい良かった、うんうんうん、テレビ収録みたいな気持ちでちょっとテンション上がっちゃいましたね見れた、うん、モニターとかモニターねあれは何なんだろうって思ってた死んとこからは全然そうだよ ね, あそうだよね、うん、そうカメラマンさんからもちょっとこの時 うん、こっち向いてくれるとみたいなアドバイスもあって、うんうんうん、なんか、ね、本当に初めてだったんですけど、うんすごく楽しくとか気持ちよくやらせていただいた日でした、うんうんねはい、私もバンドは随分長いことやってるけど、うん、配信ライブっていうのが生まれて初めて、うんうん、お客さんもいない状態で要はカメラの向こうにお客さんがいるっていう、うん、で演奏してで、まあ、すごい緊張感を持った中でもリラックスしてできてすごい自分の中ではいいバランスでできたなっていうのが、うん、初ライブだけど楽しいなっていうのが、うん、あったねいいね、うん、よかったあとバンドが今まで女性だけ女の子だけっていうのが初めて、うん、で、うん、あ楽屋があ、うん、こんな感じになるんだっていつもはその男メンバーばっかりだったから、うん、そう、そんな私化粧もせんし、うん、でも今回になってこう化粧とかお着替えとか衣装とかそうそうだからこう3人でこう鏡を奪い合いながらちょっとごめんちょっとちょっとコンセントここ使うねとかでしかも時間がもう30分ぐらいしかなかったんだよそう、ねそうね、30分の中であわしご飯食ってねえや急いでちょっとご飯食べなきゃとか、うんうん、あここまでにご飯がちょっとかわいそうだなと思ってた、うん、頑張って食べた、うんうん、ごめんって思ったそうお化粧とかわしそんな化粧撫でてないから、うん、もうえ どうしよう2人とかもすぐもテキパキテキパキ済ませてって、うん、お着替えもし て、うん、そうねそう奪い合いになるあ楽屋がこんな風になるんだっていうのを一応私奪い合いになること想定してたからあマジかあの鏡持ってきてたそれちょっと言ってよそんな争奪戦なんて思わんかったわ、うん、なるほどな、うん、そっか、うん、すごい新鮮だったあいいねいいですねあと堂々と着替えれるのがいいね そ, うそれ本当一番いいよねスポーンってできるよねわ、うんうん、かるスポーンはしなかったけどさすがにめっちゃおでこをさ全開にして化粧してもさ別にそうねそう女の子だからなんとも思わないからあ花ちゃんかわいいねぐらいしか思わないから思ってるじゃん割としっかりした感想そっか、うん、でなんか見ていくとさああどんどん出来上がっていく花ちゃんとか上映が出来上がっていくってさすがにさそこをちょっと撮りたい気持ちもあるけど、うん、あここはいかん撮っちゃいかんいかんいかん記録にね残したいからねくみちゃんはそうそう私結構ね動画とかね写真とか撮りたい人でオフショットいっぱい持ってますくみちゃんそうそうそうなんかこっそりコメントくれれば優秀するじゃんいくらかでこうお金にするそうそうそうネバーエンディングラジオということでハローエンドロール新体制無事お披露目することができました。ライブを見てくださった方々、ギフトで応援してくださった方々、渋谷ラッシュ、くもみ、配信に携わってくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。アーカイブ見たよの声も届きまして、うん、それぞれのタイミングでライブに参加してもらえたことも大変嬉しかったです。はい、配信の醍醐味だなと感じました、うん、そしてライブ中の MC で発表しましたが、ハローエンドロール5月18日火曜日に次のライブも決まっています、はい、そちらも詳細が決まり次第アナウンスさせていただきますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここで一曲聴いてください。曖昧。曖昧でした。うちもでも2人を見習って、マジバンドを始めてから、うん、なんかティッシュとかの控え、うんうん、控え予備なんてストック、うん、を持ち歩くようになった。マジ今まで何にも財布と携帯と私ね覚えてるんですけど、うん、バンドをまあ組んで、うん、なんかさしばらく数回さここでスタジオ入って、うん、た後に花ちゃんに、うん、おりちゃんいつもリュックだねって言われたそれまで花ちゃんは何回かそのあおりちゃん、うん、スタジオだし今日はお荷物だなって何日か思ってたんだと思うよ何回分か、うん、でも旦那がこいつこれが常備だなって思ってもう一回う、ね、あ今花ちゃんにそう思われたんだろうなって帰り道にこうガラガラ引きながらずっと疑問だったんだなあの子って思った。何をそんなに持ってたのか確かにな、うん、いつもそのリュック持ち歩いてんで、そう、今日も修行みたいな、うん、ずっとこれは変わらない。でも私も手首にさドラム叩くときファイテン巻いてんだけどさ、うん、これはなんか重いのみたいな、外すと軽くなるのみたいな聞かれるんだけど、うん、これはいやそういうのじゃなくてなんか、うん、なんだっけファイテンだから、待って待って、ファイテン多分知らない人多いよ。マジか。私もわかんない今、うん、初めて聞いた。なんかチタンが入っててよくあのマラソン選手とか野球選手とかがつけてたりするんじゃん、ネックレス的な、うん、あれも多分チタンなんだけど、あの陸上部の時あれはつけてた、あの輪っかのやつ、そこでこれ、あ、そうそうそう、これもファイテン。なそれもさすごいさ、高校とかさかなり昔の話だから、うん、めちゃめちゃスタイリッシュになってるよね今のやつ。おそらく ね、あ違うの、今のじゃないの、それ、これ今のだよ。今って何年前までを今って言うかはまあちょっとねそれぞれの判断にお任せするけど、ね、こんな価値観の話やめよう各々違うんだから流れてる時間まあこれを聞いてる人は何のことか、ね、これ、ね、動画じゃないからね音声のみですからねちょっとあの手のやつはちょっと後で写真ツイートして気になっちゃうから、分かった。あの花ちゃん、うちのベースの花坂千尋ちゃんがこの度3月いっぱいで大学を卒業しました。パチパチパチ、おめでとうございます。パチ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 、卒業できるか不安だったけど、ね、そうなんだ、うん、よかったね、こうね、できなかったらね、もう終わりだね、それそうね、おめでとうございます、うん、ありがとうございます。新生活も始まり、そうですね、うん、花ちゃんが一番この4月で変わったんじゃないかね、新生活っていう意味で。そうだね、うんうん、めちゃめちゃガラッと変わり、うん、どのくらい、360度くらい、うん、360度戻ってるけど90度くらいは変わったかな。なるほど、うん、直角にね、うん、直角にちょっと変わり、うん、一人暮らしも始め、初めて洗濯をして家でしろや洗濯機回せや、全部ママママありがとう花ちゃんのママ落ち着いた、引っ越しも終わった、引っ越し指定の、うん、初ライブ指定のだったよね、うん、そこがすごいスケジュールで詰まってたんだよね、よくやったなと思うわ、うん、本当だよ、ね、もうなんか
ったすごかったガーってなんかもうずっとアドレナリンで出まくってた それがようやく今落ち着いてきた今やっと落ち着いて心にも余裕ができたよかったそっかそっか、うん、嬉しい私たちは変わったことありますあ4月になって、うん、そうだなわし暖かくなってきたからのトマトの種植えてオクラの種も植えて今植える時期なんだそうそう、うん、気温がいい感じで20度近づいてきたら植えても大丈夫だから植えて発芽待ちへ牧場物語みたいな何それもうゲームごめんそうなんだよ雑なこと言えないんだ何だそれねなんか画像出したりしたいけどまあ、うん、あの、うん、昔からあるゲームよ、うん、あそうなんだそう牧場をね育てるここはじゃあカットです大丈夫大丈夫、うん、オリエはどう何にも変わんないなあ、でもモンハンが出たから、うん、何全然わからんあの、ね、ゲームが好きなんですけどあー、まあ、ゲームもその割となんだろうなやり込みプレイをするんだけど、うん、ゲームかゲームは小学生ぐらいで終わっていくかなそうだよね花ちゃんが胸の前の話だそうだよねそっか超わしファミコン世代だったから何やってた何してたっけドラゴンボールとかあったよねドラゴン…あ、戦うやつなんかドラゴンボール集めてとか闘技場ドラゴンボール集めるやつとか悪魔くんとかわかんないよね悪魔くん…なんか知ってはいるな星のカービィとかああそれは小学校の時にやってたの多分そんなもんだと思うなうんぷよぷよとかああでも私小学校の時ぷよぷよやってたよじゃあ違うのかな違う、いやまあそんなことないんだろうけどでもぷよぷよ2とかだったからなテトリスとかあテトリスもあったけどそれ小学校じゃないんじゃん小学校じゃないかもしんない高校生とかじゃん、うん、かねえ超曖昧まああんまりゲームもしないっていうことですね、うん、私はもうすごいするんですけど、うん、3月26日に発売したからモンスターハンターライズっていうのが、うん、スイッチのやつだよねスイッチそう、うん、ニンテンドースイッチスイッチは分かんないかスイッチは分かんないか、うん、DS とか分かる名前は聞いたことあるあまあまあでもそういうさ、なんていうの、うん、持ち運べる、うんうん、ゲーム機なんだけど、うんまあじゃあこの話は、うんまあ、モンハンをやってるなあ新生活にあたり新生活にあたり新しいことといえばそんな感じですねなるほどじゃあ2人のことを知れたっていうことで知恵なしためにならないためにならないなそれでは聞いてくださいストロボライトThank you.
ハローエンドロールでストロボライトでした。今日なんかすごく2回目にしてもうまったりなんか急に始まったあのカバンの中身まさかの持ち物チェックが、うん、そういうのしてみたいんだよな。ええそうなの。憧れない。やっぱさちょっとさその中高生とかの時にねあの雑誌買ってさ服のねでモデルのカバンの中身チェックみたいなあるじゃん、あるじゃん。どう雑誌はどうよ。わかんない、読んでなかったな。あるじゃん、うん、カバンの中身チェックみたいな、あこのメイク用品使ってるんだとか。ダメだ伝わらない伝えることができないそうでもああいうのやっぱ憧れだったからさ、うんうん、好きだったの。そういうそこがそれが一番好きだったかも、モデルのカバンの中身チェックちょっとそういう言い方一番なんか嬉しくない。そんで何あ同じものを持ってるみたいなそういう感じとか、あ この子みたいになりたいからまあ、へそんな好きな人とかいたわけじゃないんだけど、うん、財布のブランド一緒にしようとかさ、へ手帳もなんかあこういう感じでおしゃれにまとめてるのねみたいな、うん、全く見たことないや、はい、ハローエンドロールのネバーエンディングラジオ、そろそろお別れのお時間です。第2話は初ライブの話、そして新生活に向けてのアドバイスの話などなどさせていただきました。コメントや質問などもどしどしお待ちしております。すべてのお便りの宛先は ner.hello@gmail.com ner.hello@gmail.com まで。定期配信していきますので、ぜひぜひハローエンドロール YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今週はこの辺で、ハローエンドロール中野久美と平山織江と花坂千尋でした。ありがとうございました。また次回。また。